お願いします。お願いします。謝らない。お前が言われてやる。なんなんないでしょ。普通にお前が悪いんだよ。ガチだ。何だ。ってことで後編スタート。うわナイスまず1対1からやろう、はい、ドリブルね、敵のドリブルを僕らが取りますと。で今日はコロナワクチン打った直樹くん無理です、すいません暴れてませんので、小手にいいところが体感していきたいと思います。いや止めるぞ、頑張れよ。あガチ止めに行きます。これ止めたらプロになれるわ行きます。タクミが解説していきます。ここで後ろにまたいで右にまたいてるんです。ここでコテニーが逆に行くと思ったので足が揃ってしまって、もう次出された時には追いつけないと早すぎるやん、赤えどう、全然赤、無理、全然赤、絶対無理、体幹の縦のグングちゃう、やばい、ちゃう、どう見てて、やばい、やばい、見えへん、見えへん、あのレベッチ何で表すか、うん、あのシャチぐらい、はい、微妙やなじゃあ次俺行くわ、たくみ守ります、じゃあ行こう、うわ早っ、うわ早っ、はい、たくみですね、ここ完全に泳がされてますね、このタッチで、このシザースがね半端なかったです、ほんまにそっち行くと思いました、無理や、絶対マジで無理え、絶対無理やろ、マジ無理やろ、やばいこれ動画で伝わるかな、高校でマジ、え、俺こう中学の時一緒にサッカーしないんだけど、レベチになってる無理無理無理、わかった、一回行く、望みぐらい早い、こだまじゃなくて、のぞみ、はるかじゃなくて、もういいって、差し入れめんどくさい、しゃあ任しとけ、そして直樹一回だけ行こう、じゃ体感しよう、いやリアルやわ、めっちゃフェイントが、シザースの後早すぎる、お前倒りずね、止めるわ、これ一つ目のタッチ、ここと二タッチ目と三タッチ目のこの間がね全然テンポが違うんですよ、だから簡単に見えてすっごいむずい大ボケよ、ちなみに一緒のチームやったっす、ズタズタやんけ。やばい。トミどう？いやめっちゃやばい。えぐい。はい、じゃあ1対1終了。これでは勝てません。第2戦、バーテです。見てください、あっち。バーテはやばい。あのゴールの上の棒に当てます。あれ、たまたま蹴ってまぐれても当たるかもしれないんで。バーテはやばいよ。これで勝負したいと思いますね。うん、じゃあ、やっていきます。いきまーす。りょうすけから。うわ、うわ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 ガチか、誰か当てよう、誰か当てよう、2本目俺当てたらそいつらに損ぶ、ガチか、いきます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 、ガチか、い
俺は期待せんといて。押しなかった、まあ、押しなあ。もう小手にいいですか。小手に行きます。だね、当てろよマジで頼む。もう全然やん今の。全然やん。投げ勝って。直樹は次。奇跡起こってた。奇跡起こってた。じゃあホール行きまーす。下の方で。下の方で。行けなわけよ。さっきのやつ無理です。どうしよう。なんか派手なやつある。じゃんけん、ま、最後ガチ PK や。これはあの八百長なしの PK です。決めてくるからガチで。まあ1本目決めちゃったけど。いこう、グッドバッ。俺一人。そう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 。なってない。なんでなん。なってない。なんでなん。なってない。おお最低や。勝つな。コテニーが先発するで。いやいやだ、マジで決める、マジで決める。先攻攻撃で。はい、じゃあグーじゃんけん、はい、先攻で。先攻ユニーが第5次がいきます。ピープ。うわ、ちっちゃい。ナイス。モンスターモンスターお前さん、なんかモンストってモンスターちょっと今やばーい、しゃ入れまいした。やばーい、わーっしゃー、めっちゃ怖い。もう俺逃げる準備しろ。ピー超コントロール持ち。ハハハハ、消されたよお前。泣いてお前ピー。よし、しょうがない、しょうがない。キーパー動けず。よしよしよし。次、逆が切れたら。逆読んでた。キーパー動けず。おい、めっちゃおちょくってくれ。ちょっと、親指、これなってきた。にゃーにゃーにゃー。逆切った。ピッ。ほんまに怖い。リズムに怖い。ピーピー。うわー、足長いで。決められた負けやろ。最後だけ俺ここでカメラ持ったもん。え、誰最後に来た。凌介。え、あ、キーパーで。え、みんな見て、これが PK のキーパー目線。怖すぎる、怖すぎる。うわうわうわえぐい。えぐい、早すぎんの。君やっぱやばいな。えぐい、君やっぱやばいよ。何度もえぐくてコースやばいし。じゃあエンディング撮っていこうか。ありがとう凌介。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで終了しました。凌介ありがとう。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 まあ惨敗よね。俺らで勝てるわけがなかった。トミーにだけ負けた。あのトミーのあの面白い動画 TikTok 上げます。インスタも上げるわ。これで見てほしいな、ぜひ。凌介に勝った男が唯一トミーっていう。まあ、じゃあこれからねリトルギガントの発展と、井口凌介くんの発展を願いまして今日の動画終わりにしたいと思います。では、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。お願いします。はい、ということで本日の動画も見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。やばい。死ぬてお前。